じゃあジェプタ石田がお送りします。こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介で名前だけ教えてもらってもいいですか。酒井美香です。斉藤千恵里です。山田真美香です。川上里奈です。ありがとうございます。あ、大丈夫ですか。今日はなんで池袋に。学校が池袋にあるんで、はい。皆さんお友達ですか。はい、同じクラスで。同じクラス。何の勉強をされてるんですか。栄養士。栄養士。今何年生ですか。は1年生。1年生。今日なんでスーツ。あ、制服なんですよ、これが。制服があるんですか。はい。毎日制服を着て大学に行ってるんですか。はい、いや、楽です。楽ですか。最近のマイブームとかってありますか。マイブーム、なんか最近大学で流行ってるものとか、友達同士でよく遊ぶものとか、なんかありますか。あ、ごめん。何ですか。挨拶するときに、はいはい、オハって言うんですよ。いや、ちょっと やってもらってもいいですか、それは。やってもらってもいいですか。オハ。これがマイブームです。流行りますかね。いや、ここだけしか流行ってない。ここだけ。はい、もしかしたら使う人がいるかもしれない。ラーメンですね。ラーメン食べに行きますか。いや、あの、山形から出てきたことなんで、はいはいはい、あのラーメンは週4ぐらいでも。週4ぐらいで、もう行くときもありましたもん。一人でも行けるんですか。場合によっては池袋のどこのラーメン屋が美味しかったですか。まだ無敵屋しか行ったことないんですけど、 あそこ美味しかったです。美味しかったです。はい、ね、美味しかった。確かに。なんか彼氏とかいらっしゃるんですか。私以外。以外どんな。じゃあ彼氏がいない方に。はい。じゃあ好きなタイプとか。好きなタイプ。男性のタイプとかってありますか。雰囲気で、雰囲気この人かなみたいな。おー、なんか直感。直感。直感。のろけ話とかあったら。のろけ、どうぞ。のろけないよ。なんかいい話あったら、あれなんで。はい。あと、3週間ぐらいで3年になります。3年。はい。ありがとう。ありがとう。3年って結構長いですね。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。この人も1年になります。この人もちょっと。来月1年。1年。皆さん長いですね。まだまだこれからと。彼氏が免許持ってるんで、はい、車でどっか連れてってもらって。ちょっとライブとかあって、そういうとこに連れてってもらいます。この前は山梨行って牛の八海神ラーメンの近くのいちご狩り行きました。うわ、いいですね。どんなタイプの男性ですか。普通の塩みたいな。塩系だね。どんなところに惚れたんですか。惚れたところ、なんだろう。性格性格が良かったみたいな。